仲間を探してます。お、はい。仲間なります。祭り、祭りを仲間に入れたらうちら勝てるかもしれんぞ、こや。ね、みこ姉さん、チームじゃなくて、あの、オープンで言ってますよ。あ、声が弱いぞ。そんなこと、すごい。はい。弱いとか強いとかじゃないよね。スイちゃん、何を言わせるんだ。頭狙えます。とは。肉カフェに乗ります。え、肉カフェさんやばい。小やりだけやばい。やばい。やったぜー。これも犬に なります。わわわわわわ。本社の犬になります。なんだ哀れな小妖精だ。牙が抜けた犬のようだぜ。ペコラさん、私たち、え、組みませんかだって。え、私、待って、なんか組み、え、やばいやばいやばいよこれ。どうして怖いの、なんだろう、これ策略か。結構水はやばい。また採用、採用ってことですね。これはもう心強いけど、でも2対4だったら、2対2プラス2肉壁ですかね、今のところ。あなたと着陸したいです。みな殺しということペコですか。うわ、裏切られんじゃねえのこれ、大丈夫かな。殺陸これは戦争になる。チーム組みましょう。すべて壊す。すべて壊す。やっちゃうか、スイちゃんとテコ。いや、スイちゃんいたら結構心強いな、マジで。ポロ様、シーズン1最終日でございます。パフパフパフ。この後21日21時から何もかも破壊して OK、 ルール無用のデスマッチ、始まりますのでね。23時からはギャンブル大会を予定しておりますので、白神はそこに全力を注ぐしかないね。もうなんか強い人がおのおの戦ってくれって感じですよ、うん。家もね、一応周りを囲って強固にはしてるので、わから、いかにも何かありそうな感じはしますけど、家の中には、もう、もぬけの殻にしてやろうかと。見慣れな、我が家見慣れな、なんか。ということで、フォックスディスハウス、地雷50個設置してます。もう自分でも、どこに地雷50個設置してるかわからないぐらい地雷設置してるんでね。ついちゃうわー、今日も可愛いということで、ああ、いい眺めだな、ここは。ということで、ここは、そう、宇佐田のペコラさん家です。昨日、私はとある全体チャットを見たんですね。はい、仲間になりますみたいな。2名くらいでしたかね。なんかそういうのを見かけて、こやつらってなったんですよ。どうやらそのチームは組んでるんですね、あのギャンブルの人たちが。チーム内で多分、誰か、多分まつりちゃんかなが、誰か、私の仲間になりませんかと言うたんでしょうね。それに対してチームメイトたちが、はい、なりますと全体チャットで言ってしまったと、チーム専用チャットでまつりちゃんが言ったのにもかかわらず間違って全体チャットで言ってしまったと、とまあ私は思いまして、向こうのチームって3人今確定してて、最高でも 4,5 人にはなるな。でそんな中、孤高の人間として生きてきた私とペコラさん、まあ、浮いていたわけですね。私は言っちゃえばそんなに資材が潤沢ではなかったということで、これは1対5対1になるより組んでしまった方がいいと。昨日の時点でペコちゃんはね、とっても疑ってらっしゃったんですけれども、まあ今はもうさすがに信じてくれてんじゃないかなと私は思っておりますと。どっちも裏切りそう、いやどうかな。
私自身もどのシナリオが一番面白いのかというのを考えあぐねている。見てください、もうやる気満々です。ペコスイワン、かやくあきのスイちゃんもね、夜中とかにね頑張ってね、あの集めてくれたりしてくれたおかげで、かやくんもねめっちゃ集まって、あれこんな家昨日あったかな。ペコちゃん P12?P12? そこ新しく家建ってた、多分祭り先輩な気がする。多分祭り先輩、あーミリタリーベース狙いっぽいな。ミリタリーベースがね、これですね、ここから遠隔でくっそ強いミサイルを撃てるらしいんですよ。でも我々もその作戦考えてたんだけど、いやこれどうがいいんだろうね、まあ、数の有利ありますからね。昨日さ結構遅くまで伊予集めしてたんだけど、あのペコちゃんが伊予集めてきてほしいって言ってたから、スイちゃんは張り切って伊予集めに行ったわけよ。でペコちゃんに喜んでほしいから一生懸命集めに集めまくって、よしもう一気に一番とかぶってたら、多分ペコちゃん、うわー、スイちゃん、うわーありがとう、嬉しい、ペコらこんなに、うわーってなってくれるかなと思ったらさ、スイちゃんペコら先寝るね、明日一緒に頑張ろうね、じゃねーって落ちててさ、はあ、あペコちゃん落ちちゃった。ペコちゃんの喜ぶ顔が見たかったのに、ペコちゃんの喜ぶ顔が見れませんでした。ペコスイはなんかね、ペコスイで争ってくれそうなんですよね。絶対どっちか裏切るので乗じてって感じですかな、うん、あ、じゃあちょっとこのお金をしまいに行ってきましょうかね。見せられないよ。よしよし、ここにね隠してるのでね、ちょっとえい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 、おーおーなんだあれやば。今日はコメント欄を見れないので、そこんとこよろしくです。すごいな、すごいことになってんな。絶景かな。わあ、これ待ってた。ああ、もう神、最後の最後。C4 二つはちょっとでかかったな。やってよかったペコだね。やっぱ祭り、自分の家守るわ。ちょっと怪しいね。これブラフちゃうの？これブラフちゃうの？あ。あーこれちょっとね怪しいね、心理戦だね。我々の主に白神の物資を集めてまくっていた素材をほぼほぼ全て溶かして作り上げたこの牙城、結局入り口どこになっちゃったんだ。あそこからか、もう迷路だ。多分こうであってるはず。あったったった。我々がね、オイルラージオイルリグに行っている間にペコラ先輩が何やら遠隔ミサイルみたいなのを小寄りの家に撃ち込んでおりまして、でも一回ちょっと誰かんちにさミサイル一個だけ撃ちたいな。すまね小寄り、一回落としてくれ。発射、木の壁が半分削られてるだけだった。でも半分削られてたらやばいなってことに気づいて石の壁も置きました。ミサイル撃ってくかな。ねえ、いやこの家ってミサイル何発耐えれるんだ。結構耐えれると思うんだけど、でもペコーラがイン結構してたけど、うん、ラージオイルリーグをそんなに回っている感じそこまで見えてないから、撃てても多分1、2発、3、4発ぐらいなんじゃない。それだったら耐えれると思う、この家は。3、4発で耐えれたらもう怖くないだろう。作れないんだもんね、ミサイルは。そ
かミサイルはラージオイルリーグで取るしかない。しかも取れても1回いてあるかないかぐらいだから1個。え、ちなみにペコちゃんは14。まあでも5人分と考えたらね、うん、そう少ないんだよ。てか相手が攻めてくるのか守りでくるのかが分かんないよね。そうだよね。いや分かれていけるもんね、向こうは 2,3 ぐらいでさ。それな、それないよ。結局人数差がちょっときついんだよな。ねえ。でもさ、スイちゃんと一緒にペコラロケランぶっかまして笑いたいんだよね。ボコボコってさ。確かに。攻めたいんだよな。もしさ、こっちが攻めるってなった時、誰の家攻める？やっぱ祭りじゃね。やっぱそうなるよな。やっぱね、祭り先輩だよな。さっきなんか祭りの家、やっぱ祭り自分の家守るみたいな言ったのかな。あれがどう映るかわかんない。なんか逆の、多分逆を読むと思うよね。でその逆の逆を読んでくんないかなって思うんだけど、どうなんだろうね。こうよー、いたたたたたた、あ、大丈夫ですか？刺さってます。刺さった。タレットとかって作動しちゃいます？あ、作動しちゃう。とりあえず、弾を抜くという強行手段をしました。失礼します。なんでそんなピストルを構えて入ってくるんですか？ちょっと待ってくださいね。ここ歩いても、あ、ここもちょっと待ってくださいね。あー、え、どういうこと？ちょっとうち実はショットガンアモが相当たくさん置いてあって、ちょっと今から全部の弾を抜いてとかやってる暇がなさそうです。すいません。じゃあ祭り向こうの家で守るわ。あ、OK です。わかりました。うんうん。なお、ここを通るので自分もダメージが入ります。通るぜ。いてててて て。怖え、あの家、あの家怖え。今もうできることといえば場を荒らしに行くしかないっていう。漁夫の荷をするしか。もうミクはね、何もできないわけよね。このチームを裏切っていくかもしれない。なんかさ、絶対みんなに裏切ると思うよな。ちょっと守るかも。そうだね。ね、とりあえず守ってこなそうだったら、うん、こなそうだったら攻めに行くか。見過ぎかな、こんなになくてもいっか。あ、ガー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 。ということでバトルがスタートでーす。バトルスタート。え、バトルスタート。始まった、始まった。待ってキャー、バトルスタートなっちゃった。やばい。で、向こうもしかしてヘリ持ってたりすんじゃないの？ヘリで来るってことはありえるくない？確かになくはない。ロッケの位置をね、10発すげえ。一緒に行く？4つだけ、その行くか、殴り込み行くかい。クヨが家にこもっとるから。でも一緒にいないんだよな。フルマツが一緒にやってんのかな。どうしよう、こうやって歩き回ってる間にさ、全てが終わっていたらどうしよう。これでミコが今チーム抜けたらみんなビビんのかな。わあ、びっくりした。はい。今からペコラの家行くよ。あ、了解です。なんかみんなでボスに挑みに行くみたいな、そんな気分だ。いや、そりゃボスだよね。牛王と殺戮王だもん。いや、怖すぎる。いっそさ、ヘリ買って撃ち込めばよかったかな。ヘリ乗ってさ、上からロケラン。お金あるからね。じゃあ、祭り先輩のところ、とりあえず C4 とかロケランぶっぱでぶっ壊して行ってみようか、まず。うん、行こう行こう。怖いけど。オッケー、ちょっと。めっちゃ固めてるやん、すごい。そうなんですよ、ちょっと招き入れたいんですけど、今こよりも外に出られないぐらい地雷だらけになってて。やば、危ねえ。ちょっと入れねえ。ないで。あ、でもあの2人がいるところが。あ、じゃあ
の？もう始まってるよ。こんばんは。こんばんは。攻め込む？攻め込むんすか？マジ？小屋も行きたい。ちょっと待って、出れないこの家。ワイプ前最後ね。22時までコメを見ない。今日は何人会えるかなっていうところと、引っ越し作業チェンジをしたいと思います。で、多分なんかこの辺りで、なんかドンパチやるんじゃないかなっていうところに今ベッド全部仕掛けたんで、まだベッド全部仕掛け終えてないので、これからベッドを置きに行こうと思ってます。どうかな？いるか？待って、周りでも石壁してない？いなそうだよね、ここさ。ミリタリーベースじゃねえ、やっぱ。やっぱミリタリーベースのところかな。さくらみこ、さくらみこ。はい。これ持って突撃してきて。これ。え？あ、なに、シーフォースか、これ。これ完全に猫壁じゃないですか、これ。リコッチが撃たれたら、向こう顔出して撃ってくるから。うんうん。ヘッシュと狙おう。オッケー。どうしよう、自分の家からの脱出ゲーム始まっちゃった。うわぁ！うわぁ！こっから静かに。あ、落としたね、今。今ってさ、撃たれたんかな。多分家撃たれたんじゃない？別れてペコちゃん家狙ってる人とミリタリーベース行ってる人といる気がする。つけてるかもね、やってみよう。そっと近づいて。これも今日で終わりか。録音できんのかな、これ。2022年8月某日、我々はレイドを始めた。私はこの日に限って観光する予定だ。何人の人に出会えるのか、そして引っ越し作業は本当にできるのだろうか。皆が無事でここで生きて、ギャンブル生活をまた繰り返すことを祈っている。オマル・ボルカ、オマル・ボルカ。完璧や。再生してみよう。2022年8月某日、我々はレイドを始めた。こっちの足音全然聞こえないけど、本当に人いんのかな。いや、ここの鳥で強えよな。え、いないのかな、家。なんかいるかね。おお、クマちゃんいるね。クマちゃんいるよ。フブちゃん、そこ。それはタイミング悪すぎだろ。壁なるみたいな。あ、いた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 。わ、戻ってきた。あ、ダウン、オッケー。ペコちゃん、うめえ。起こします。はい。うわ、これ。はい。あー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。あー、くそ。
ないない。いる、今だ。どこにいるか分かんなかった。ウーペーか。よし、ちょっともう一回行こう。そんな容赦なく殺していく。もうナイスナイスナイス、全部ペコちゃんがやってるよ。いや、全部これ取っていいのよね。物もらっとこう。あっ、やーべえ。あみこち、これ近くいるな。いや、全部これ取っていいのよね。もう、うわ、ロケラーめちゃめちゃ持ってんな。あ、みんなやられとる。やばい、ロケラン取られた。もうやっぱ攻め込んだ方が負けなんじゃね。取りでーさあ、そこにいたのか。クマ、クマの一発でバレたよ。マジでさ、クマふざけんな。あれ、訂正は訂正。なんかポルカの家を爆発して始まるみたいなぐらいに、なんか気持ちでいたからちょっと寂しいな。ポルカなんか誰も誰にも今あの望まれてない。あー、寂しいというか、なんか逆に、あ、待って、こん、あと一人ぐらいなかったっけ。わー、一回戻る家、武士多くなっちゃったな。ありだね。ちょっと一回さ、撃ち抜かれたんよ。嘘でしょ、本当？本当でね、死んで今ねリスポーンしてきたの。じゃあ戻ろう、じゃあ戻ろう、じゃあ戻ろう。そうしよう、そうしよう。おっしょ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 、やばい、土着されてんじゃねえかこれ。申し訳ねえな、ちょっと。初めてボンタで、あ、初めてじゃないけど。とってペコーラもロケラの弾4発ぐらいとロケラ2個とか。いや、めっちゃいい、めっちゃいいよ。てか、ペコちゃんめっちゃ強い。うますぎ。あれ、もしかして寝返ってんじゃない。ミコ先輩寝返ってるのでは。ミコチ、ミコチならありえる。命乞いしてそう。えこ、もう持てないんでって、おいっつって言ってそう。うん、助け、命だけはっつって。ミコチ寝返ってそう。撃てるけど。ミコチ、ミコチ、おいしょ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 、どうだ、大丈夫だった。あ、こっち、あれ、NPC いるよ。大丈夫。ほんまかな。なんで大丈夫なの、逆に。大丈夫って言ってる。あの場で大丈夫なわけなくね。コアも爆発したから OK で。攻めてきてほしいけどな。もう一回行ってみるか、一人で。はい。え、そっか、みんな、そっか、友達がいるんだ。友達戦友がいるんだ。そっか、戦友がいるから寂しくないのか。お、戦ってんのか。我々の物資があまりに多くて持ちきれなかったという可能性がある。要するにこよりは、あ、もうやだ、バカ、もうここあれしときゃよかった。うわ、狙ってる狙ってる、やばい、上から。誰だろう。まつり先輩かな。うまかった。打ち込んでみようかな。いけ、みこち。あー、木のやつ、うわっ、いた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 。よし、ナイス。お、なんか来てるよ。ロケランか。
からなんだよな、多分これ。うわぁ、武器ないのちょっときついなぁ。なんか来たーっと。え、なんか、え、なにあれ、どういうこと？うちはもめ？なんか、第三勢力？どういうことだ？何の音？え、待って、そっち？ハサミ撃ちされてる？あー、わかった、セーフティーゾーンだ。セーフゾーンでやられてんだ。なるほどな。レイドスチュースか？自分もっす。ビータリーベースって今やってんのかな。制圧、制圧ってそんな時間かかる？いや、そんなかからない。NPC が 4,5 人いて、それをただ倒してやるだけベコだから。行ってみたいよね、ちょっと。ね、一回出て行ってみる？ありだよ、全然。でも どこの家だろう。拠点が分かってからの方がいい気もするんだよね。拠点が分からずってのがありそう。てか、ミリタリーベース付近のあの家壊せばいいんじゃない？ミリタリーベース…え、てか、こよちゃん家かな、ワンちゃん。バンディーキャンプに近い家ってさ、まつり先輩よりこよちゃん家が近いと思うんだよね、一番。N の10だか O の10らへんの。めちゃくちゃ厳重にしてたからな。こよちゃん家で一回やってみる？でも、ミサイル行きたいよな、ミサイル。行きてーよなー。でもさ、夜だから見づらくて行けるとかワンちゃんあるかな。あー、確かに、ね。頭に装備して、で、F だから何かで。うん、やった。私、一回様子見で出てもいいよ。撃てばよかった。誰？え？誰今？こういう時にジグザグがね、役に立つんさ。やっぱ馬で行ってよかったな、正解だったかも。せいせい先輩は多分まだ私の近くに、おほほほ、います。アーニャ先輩マジで JP なんだが。コンビニ行こうっと。何買ってくる？みんな。イノシシじゃねえか。いやー、ごめんなさい。そんな人が今このタイミングで現れるわけない。みんな、今みんな何してんだ。え、オマポル？オマポル？今のイノシシ？あ、はい。オモポルちゃん、何してんの？あ、ねえ、どう？ドンパチした？ドンパチね、待たれてボコボコにされてしまった。どこら辺でやってんの？見に行きたい。だから、多分ね、なんかコヨの家にペコラたちが来ようとしてるって。コヨだけにね。うるせえな。